今回解説するのは、島根女子大生バラバラ殺人事件だぜ。犯人は罪のない女性を拉致し、バラバラに解体しただけじゃなく、遺体の一部を食べた可能性まであるんだ。遺体を食べるなんて異常すぎるよ。犯人の異常性は、これだけじゃないんだぜ。解体した遺体の写真を何十枚も撮っているだけじゃなく、母親も巻き込み、自ら命を絶っているんだ。何から何までおかしいよ。遺体を解体していた凶悪犯は今までにも紹介してくれたけど、今回の事件の犯人は、群を抜いてやばいね。一体誰がそんなことをしたの？矢野義春、という男だぜ。かなり意外な顔立ちだけど、何をするかわからない目をしているね。彼の顔を見ているだけで、恐怖を感じてくるよ。今回は、そんな矢野が起こした残酷すぎる事件について解説していくぜ。かなり衝撃的な事件だが、ぜひ最後まで見ていってくれよな。誰が被害者になってしまったの？大学1年生だった、19歳の H さん、という女性だな。彼女の最後の足取りから解説していくぜ。どう被害に遭ってしまったんだろう。2009年10月26日、彼女はアルバイト先である、ショッピングセンター内のアイスクリーム店で働いていたんだ。21時頃に勤務を終え、お疲れー、と元気よく店を後にしたんだぜ。まだ平和な日常だね。そして21時15分頃、店の通用口にある防犯カメラに映っていたのが、H さんの最後の姿だぜ。彼女の様子がおかしかったとか、何かしらの異常はなかったの？彼女と同じ日にバイトをしていた女性が、特に誰かと待ち合わせをしているという様子ではありませんでしたし、そういう話も聞いていません。いつもと変わらない、ごく普通の様子でした。後から行方不明になったと聞いて、すごく驚きました、と取材に答えているぜ。急にいなくなったら、周りの人も驚くよね。その後どうなったの？ H さんと連絡が取れなくなった母親が、娘の住んでいた女子寮に連絡を入れたんだ。そして行方不明になったことが発覚し、H さんが姿を消してから2日後である10月28日に、捜索願いが提出されたんだぜ。でも生きて見つかることはなかったんだね。H さんが行方不明になってから約1週間後である、2009年11月6日、広島県北広島町、が雄山の山頂付近でキノコ狩りをしていた男性が、人間の頭部を発見するんだ。キノコじゃなく頭部を発見するなんて、トラウマになりそうだね。二度とキノコ狩りができなくなってもおかしくないな。そして通報により駆けつけた警察が捜索したところ、同じ山から、左の足首、大腿骨、そして四肢と頭部が切断された胴体が発見されたんだぜ。バラバラにされすぎだよ。他の部位は発見されてないの？11月19日には、左足の親指の爪、爪と見られる破片、そして肉の一部と骨片が、動物の糞の付近から発見されているな。もしかして、遺体の一部は動物に食べられてたってこと？そういうことだぜ。死んでまでそんな目に遭うなんて、本当にかわいそうだよ。両腕と右足はどこにあったの？結局見つかっていないんだ。動物に食べられたと考えられているな。そうなんだ。そして発見された胴体は、それはもう悲惨な状態だったんだ。残酷な現場を見慣れた警察官でさえ、目をそらしてしまうほどにな。そこまでひどいって、一体どんな状態だったの？少し聞くのが怖いよ。なんと内臓の大部分が抜き取られ、焼かれた部分や、皮膚が剥がされた箇所もあったんだ。本当にひどいね。まだこんなものじゃないぜ。胸部分がえぐり取られていただけじゃなく、性器部分も切り刻まれ、目も当てられない状態にされていたんだ。犯人はそこまでやったんだ。さらにミンチ状に切り刻まれた部分もあり、犯人は遺体の一部を食べたのでは？と考えてる人もいるんだぜ。本当にそうだとしたら、やばいなんてものじゃないね。ただ実際に食べていないとしても、上位の異常者であることに変わりはないな。そういえば、H さんの死因は判明してるの？紐状のもので、首を絞められたことが死因だと判明してるぜ。そして H さんの顔には、生きている間に激しく殴られた跡もあったんだ。そんなことまでされてたんだ。聞けば聞くほど、犯人である矢野を許せないよ。まさか生きてるうちに体を切られたのかな。手足を切断されたのは死後のようだが、体につけられた傷などは、生前につけられたものもあるだろうな。矢野には、H さんが受けた以上の苦痛を味わってほしいよ。その気持ち、わかるぜ。警察は最初、顔見知りの犯行とみて捜査を開始したんだ。どうしてそう考えたの？H さんがショッピングセンターを出た後、争った声などを聞いた人がいないこと。市内の防犯カメラに、彼女の姿が映っていなかったこと。H さんが、用心深い性格だったことからだな。本当に突如として消えたんだね。そして警察は H さんが住んでいた寮に行き、寮生全員を集めたんだ。
何を聞いたのかな？ H さんがいなくなった日、どこで何をしていたか。バイト先や、帰り道のルートなどだな。だが有力な情報はなく、事件から1週間か2週間経った頃、顔見知りの犯行は低い、と結論付けられたんだ。犯人である矢野と H さんに、全く接点はなかったの？赤の他人だぜ。そして警察は、犯人は猟奇的な性格、だとプロファイルし、ホームセンターなどで刃物を購入した人や、レンタルビデオ店でホラー映画を借りた人などを調べたんだ。刃物はともかく、さすがにホラー映画を借りた人は調べなくていい気がしちゃうよ。そうだな。犯人を特定できなかったことで次は、漁師や医療関係者が調べられたんだ。どうして漁師や医療関係者なの？遺体が、あまりにも鮮やかに解体されていたからだな。他に、H さんがロシア船の入港イベントに一度だけ参加したこと過去から、ロシア関係者が犯人なのでは？という説まで出たんだ。根拠が小さすぎるよ。こういった警察の捜査は実を結ぶことなく、遺体の発見から3ヶ月後には、捜査特別報奨金制度の対象となり、有力情報の提供者に最大300万の報奨金が支払われることが決定したんだぜ。それなら何か情報が集まりそうだね。それが犯人につながる情報は寄せられず、事件から7年が経ってしまうんだ。そんなに犯人がわからなかったんだ。初動捜査で、犯人は顔見知りだと判断してしまったことが大きいな。だが2016年に警察が N システムを確認したところ、捜査に大幅な進展があったんだぜ。N システム？ N システムの正式名称は、自動車ナンバー自動読み取り装置、だな。その名の通り、走る自動車のナンバープレートを、自動的に読み取る装置だぜ。そんなものがあったんだ。N システムを確認して何がわかったの？ H さんがいなくなった前後、N システムを避けるような動きをした車があったんだ。その車に矢野が乗っていたんだね。そういうことだな。さらに矢野に性犯罪の前科があったことから、2016年の夏、彼の家が家宅捜索されたんだぜ。やっと犯人に捜査の手が届いたのは良いけど、N システムで特定できるなら、もっと早くしてほしかったよ。H さんがいなくなった時、ショッピングセンターの通用口付近で、白いセダンが目撃されたんだ。だが実際に矢野が乗っていたのは、全く違う車種だったんだぜ。警察は白いセダンの車だけ調べたんだね。車種だったり、顔見知りの犯行だと考えたことだったり、警察の思い込みが犯人特定を遅らせた事件だな。もっと広い視野を持って特定してほしかったよ。犯人である矢野の家が家宅捜索されたんだよね。何が発見されたの？矢野が所持していたデジタルカメラと USB に削除された写真があることがわかったんだ。そしてそれを復元すると、驚くべき57枚の写真が出てきたんだぜ。最初にチラッと言ってたやつだね。写真には、切断をする前と後の遺体、解体に使ったと思われる文化包丁、矢野自身の足などが写されていたんだ。写真を撮るなんて、意味がわからなすぎるよ。遺体などに興奮する、異常性癖の持ち主だった可能性が高いな。そして写真に写っていた情報から、矢野が当時住んでいた借家の風呂場が、解体場所である可能性が高いと判断されたんだぜ。そんな場所に連れ込まれてバラバラにされたんだね。彼女の恐怖や辛さを考えると、涙が止まらないよ。少しでも苦しまなかったことを祈るのみだな。矢野は一人でこんなことをしたの？警察は、矢野による単独の犯行、だと断定してるぜ。そして、第三者の介在は考えられないという物証がある、と発表しているんだが、その物証が何かについては、答えられない、とも言っているんだ。何だったのか気になるよ。さらに矢野が犯人だとした理由について、画像以外の物証や証言から、総合的に判断した、とも発表されているんだが、これも具体的な内容は明かされていないんだ。画像以外にも物証があったんだ。発表しない理由は言ってるの？遺族の尊厳と、関係者のプライバシーに関わる、という理由だな。マリサはどういった理由だと思う？ H さんの遺体の一部。切り取られた胸あたりが冷凍庫かどこかに保存されていて、それに矢野の指紋がついていたか、写真より、もっとえげつない動画が発見されたんじゃないか、くらいしか思いつかないな。どっちもあまり考えたくないね。こういったことに詳しい方がいたら、どんな可能性があるか、ぜひ教えてほしいぜ。私はこうだと思う、っていう予想も大歓迎だよ。こんなヤバいことをした矢野には、一体どんな生い立ちがあるの？彼は、山口県の上田町で生まれ育つんだ。クリーニング店とタバコ店を営む両親を持ち、近隣住民によると幼い頃の矢野は、とても良い子だったそうだぜ。元気よく挨拶してくれる、明るい子。幼い頃を思い出しても、事件と関係しているとは思えない、という証言があるんだ。子供の時からヤバい奴なのかと思ったよ。
そして地元の小学校を卒業し、中学では陸上部に入部するんだ。3年生になると、部長を務めていたそうだぜ。あんな凶悪事件を起こすようになるなんて、まだとても思えないね。当時の同級生も、少し硬いイメージで、真面目な印象、悪いことをするようには見えなかった、と語っているんだ。中学卒業はどうしたの？地元を離れ、福岡県にある宗教系の高校に進むんだぜ。高校時代も彼はおとなしい性格で、当時の同級生によると、目立たないタイプだったそうだぜ。おとなしくても、心の中では何を考えてるかわからないってことかな。高校卒業後はどうしたの？学校の推薦で、国立の工業大学に進学するんだ。だがバンドを始め、その活動に集中するために、大学を中退するんだぜ。バンドで食べていくのって難しいよね。矢野はどうだったのかな？ジストニア、という、身体の筋肉が異常に緊張する難病を患い、まともに演奏ができなくなるんだ。そのため、2002年にバンドを解散するんだぜ。普通ならかわいそうだと思うけど、矢野の場合、逆の感情が湧いてくるよ。だが難病を患い、生きがいだったバンドを解散したことがきっかけで、彼の何かが壊れた可能性はあるな。そしてバンドを解散した矢野は上京するんだが、東京都杉並区の路上で、強制わいせつ罪を起こすんだ。そういえば前科があると言ってたね。さらに続いて、同じく杉並区と、福岡県北九州市でも強制わいせつ罪を起こすんだぜ。3回もやったんだ。一体どんなことをしたの？通りすがりの女性をナイフで脅し、わいせつな行為を強要したそうだぜ。ナイフまで使うなんて、めちゃくちゃ立ちが悪いね。この時から凶悪性が見て取れるな。この3件の性犯罪により、2004年に矢野は、懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けたんだぜ。法律的に無理なのはわかるけど、ここで無期懲役とかになってほしかったよ。性犯罪者の再犯率は高いから、もっと重い罰にしてほしいよな。でも3件起こしたとしても、初犯の猥褻罪にしては重い判決だね。もう少し短い刑期になると思ったよ。被害者は、怪我を負わされているんだ。かなり悪質な犯行だったんだろうな。そして刑期を終えた矢野は地元に戻り、昼はコンビニ、夜はラーメン店でバイトを始めるんだぜ。ずっとバイトをしてたのかな？2009年5月に住宅設備会社に就職し、ソーラーパネルの営業をしているぜ。高校の時までおとなしい性格だったんだよね。営業の仕事は難しい気がするよ。それが彼には、営業の才能があったんだ。入社数ヶ月で、ソーラーパネルの契約を6件取ってきたそうだぜ。仕事もうまくいってたのにあんな事件を起こしたんだ。欲望を抑えきれなかったんだろうな。人として終わってるね。欲望のままに行動するって獣じゃん。まさに害獣と呼んでいい存在だぜ。そして彼は、小心者でもあったんだ。どういうこと？ H さんを殺害した直後、上司に転勤を願い出ているんだぜ。少しでも遠くに逃げようとしてたんだ。さらに H さんの遺体が発見された日の夜には、明日と明後日、代休を取っていいですか？と上司に伝え、会社を休んでいるんだ。そんなに怯えるなら、犯行を起こさなければいいのに。それすらもわからないほど、知能が足りない奴だったわけだな。矢野なんかに殺されてしまった H さんは、一体どんな人だったの？彼女は地元である香川県を離れ、女子寮で一人暮らしをしていたんだ。大学1年生だと言ってたね。そんな H さんは、英語実務課に在籍し、英語を活かした仕事をすることが夢だったそうだぜ。輝かしい未来が奪われてしまったんだね。そして彼女は、気丈で活発な学生として評判で、国際的なボランティアサークルに所属していたんだ。そんな人の命を奪ったなんて、ますます矢野を許せなくなってくるよ。アルバイト先は近かったの？ 2.5 キロと、地味に遠い場所だな。それなら、バスか電車を使ってたのかな？それが彼女は、坂道も多い量までの道を、節約のため歩いて帰っていたそうだぜ。すごい人だね。真面目で努力家だったことが伺い知れるな。だが夜道を女性一人で歩いていたことで、車を運転していた矢野に狙われてしまったんだぜ。日本は治安が良いと言われてるけど、安心して歩くこともできないね。特に夜は一人で出歩かないよう、視聴者の皆さんも気をつけてくれよな。H さんのようにバイト先が遠い場合、バスなどを使うか、家族に迎えに来てもらってね。そして男性だとしても、決して油断しないでほしいぜ。路上で殺害され、財布を奪われた事例もあるからな。最近の日本は強盗とか物騒だし、老若男女問わず気をつけてね。家宅捜索の後、矢野はすぐ逮捕されたの？2016年12月20日に、死亡した状態で書類送検されているな。そういえば、母親を巻き込んで命を絶ったとか言ってたよね。そして2017年、犯人が死んでいたことで、不起訴処分になったんだぜ。なんだか複雑な気分だよ。普
不起訴になったことで H さんの遺族が、怒り、悲しみ、憎しみ、苦しみをぶつける先がありません、とコメントを出しているんだ。急に娘の命を奪われて、やっと犯人が見つかったと思ったら死んでるもんね。遺族の気持ちを考えるだけで、胸が張り裂けそうだよ。前を向いて進んでいってくれていることを祈るのみだな。天国の H さんも、きっとそれを望んでるよね。矢野はどうくたばったの？2009年11月8日、矢野は母親と一緒に、車で父親の墓参りに行ったんだ。そして母親を助手席に乗せた彼の車は、高速道路のガードレールに、猛スピードで衝突したんだぜ。事故ったんだ。それが、ブレーキ痕やスリップ痕が一切なかったんだ。やばいと思ったら、普通は反射的にブレーキを踏むよな。言われてみたらそうだね。そのため、事故の可能性が全くないとは言い切れないが、自殺の可能性が高いと考えられてるぜ。そうなんだとしたら、どうして母親を巻き込むの？自分が死んだ後、犯行を母親に知られたくなかったんじゃないか、と私は考えてるぜ。命を絶つなら自分だけにして、家族を巻き込まないでほしいよ。彼はガードレールに衝突した衝撃で死んだの？衝突した後、車は炎上したんだ。矢野も母親も焼死だぜ。焼死って、めちゃくちゃ辛いことで有名だよね。矢野はもっと苦しめと思えるけど、母親はかわいそうだよ。彼の罪は、本当に大きいな。いつ死んだんだっけ？2009年の11月8日だぜ。あれ？それって H さんの遺体が発見されたすぐ後だよね。遺体が発見されてから2日後だな。そんな前に死んでたんだね。家宅捜索されたことがきっかけだと思ったよ。これも私の想像になるが、ニュースで遺体が発見されたことを知った矢野は、すぐ捕まると思ったんだ。そのため墓参りの名目で母親を連れ出し、高速道路のガードレールに突っ込んだんだぜ。状況を考えると、私もそうだと思うよ。息子に犯行を告白されたことで、母親が心中を選んだ可能性もあるがな。どうだったのか気になるなぁ。そして事故でもブレーキ痕が残らないことはあるから、事件のことで頭がいっぱいになった矢野が、ただ運転をミスったのではないか？という自己説もあるんだ。考えてみると、ガードレールに突っ込むのなんて死ねる保証はないし、生き延びたとしても、大怪我で辛いことになりそうだもんね。もっと他の方法を選んでもおかしくないよな。どうだったのか気になるなぁ。視聴者の皆さんはどう感じたか、よかったら教えてほしいぜ。考えをコメント欄で聞かせてね。矢野義晴には弟がいたんだが、弟は兄のせいで、苦しい人生を歩むことになってしまったんだぜ。一体何があったの？まず弟は、2011年に美容院をオープンしているんだ。矢野が死んだ2年後だね。流行ってたのかな？髪と肌に優しい自然派サロン、として売り出していて、人気も高かったそうだぜ。だが H さんを殺害した犯人が兄であると判明し、報道された少し後に、一身上の都合で閉店することになりました、という張り紙だけを残し、姿を消したんだ。タイミング的に、絶対矢野のせいだよね。弟に罪がなくても、周りの人は色眼鏡で見るからな。あの凶悪犯の弟がやってるお店、だと知られたら、やっていけないよね。弟の人柄を知らない状態だと、正直私も避けるかもしれないよ。矢野は H さんと母親だけじゃなく、弟も不幸にした極悪人だぜ。あの世で苦しんでいてほしいね。じゃあ今回は、島根女子大生バラバラ殺人事件について解説してみたぜ。矢野にはあの世に逃げず、法の裁きを受けてほしかったよ。もし生きてたら、どんな判決になったかな？猟奇的なことや前科を考えると、無期懲役になる可能性が高いな。死刑ではないんだね。被害者が一人の場合、そう簡単に死刑は選択されないぜ。だが H さんが生きている間に切り刻まれたと判断されたら、死刑になる可能性もゼロじゃないな。どっちにしろ、出所はできなさそうだね。もうこんな悲惨な事件が起きないといいな。ちなみにこの事件を受け、H さんが住んでいた浜田市は、彼女が行方不明になった10月26日を、命と安心安全の日、に制定したんだぜ。そして、死犯罪のない、安全安心な街づくり推進協議会、が発足したんだ。事件の影響力の大きさがわかるね。途中でも言ったが、視聴者の皆さんは被害に遭わないために、十分すぎるほど気をつけてくれよな。自分の身を守れるのは、自分だけだからね。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。